河原ヨモギは、菊科ヨモギ族の多年層。茎の下部が木質化し、低木状になるため、ア低木とされる場合もある。古くは、平安時代の辞書である、和名類書を巻二重、草類の項目で、菊の和名として、下葉量とも毛着が記述される。花をつけないで、先にロゼット状に葉を創生させる、単形と、花をつける長い家系がある。単茎の葉は、 長さ2から3センチメートルになる傭兵があり、傭身は2回以上に前列し、列片の幅は0.3から2ミリメートルと糸状になる。葉の両面に密に、開白色の木の毛が生え、全体に白っぽく見える。普通木の毛が密生するが、時にやや無毛となる場合がある。家計は高さ30から1 0 0トルになり、よく分子する。家計につく葉は、 長さ1.5から3センチメートル、幅1から7センチメートル、1から2回以上に前列し、列片の幅は0 3ミリメートルと細く糸状になる。普通無毛であるが、時に両面に絹毛がある。下期は9から10月。頭花は大きな円錐過剰に多数密につける。頭花は長さ1.5から2ミリメートル、幅1.5から2ミリメートルの休憩。 または卵型で、絶帳花がなく筒状花のみで構成される。双方辺は3から4列で福河原状に並び、外辺は小さく、卵型になる。果実は、痩せ花になり、長楕園型で、長さは0.8ミ、mm、リメートルになる。日本では、本州、四国、九州、琉球に分布し、海岸や川岸の砂地に生育する。川岸に生育するものは、 海岸のものより背丈が高く毛が少ない。世界では朝鮮、中国、ネパール、フィリピンに分布する。本種の根にハマウツボ科のハマウツボが寄生することがある。漢方では陰沈鋼として用いられる。薬用部位は頭花。成分としてクマリン類のスコパロン、クロモン類のキャブレリシン、フラボノイド類のセルセリニール、セルセマリットン、 ラムナジートリンなどを含む。用途として、小炎リ胆、下熱、利尿などを目標に、黄断、肝炎、胆の炎などに用いられる。漢方処方には、シトネ、チンヨモギユ、シトネチンゴレイ酸がある。また、キャプレリシン、スコパロンなどは、各種動物で、単汁分泌促進作用を示す。ありがとうございます。